これだ。お、味方か。心臓、じゃあ、こんにちは。じゃあなんて言いそうになったば。あったばっかなのに。なんだこいつ。お侍、恐ろしいことです。それは大変だな。いけ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 、クマいけ。あ、俺はいい、俺はいい。いや、僕ね、肉よりね、魚の方が好きって結構いろんなところで言ってるんですけど、ほんとそうは、それはそうなんですよ。魚介大好きで、で、まあ、この前ね、うなぎを食べる日ってあるじゃないですか。で、うなぎをね、食べたんですよ。したら、あのうなぎの骨が喉に詰まりました。うなぎの骨が喉に詰まるというと、ゴースト・オブ・ツシマ。本日もやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ゆうきと申します。ゆうきのソウルという名前なんですが、ゆうきの魂でも大丈夫でございます。はい、じゃあやっていきましょう。ゴースト・オブ・ツシマ。なんかね、ゴースト・オブ・ツシマの、なんだ?ゲーム自体の、そのタイトルがね、ツシマ最強の、みたいな感じにしてるんですが、なんかね、ちょっとな、最近ちょっとパッとしないなと思って、そのタイトルがね、もしかしたらタイトルごとね、変えるかもしれません。全部タイトルは同じにしてるんですけど、まあ誰でも楽しめるとかね、そういう感じにしようかなと思って。何の話始まった瞬間。うん。すごい自分の中でのね、いろんな考え方がいろいろあるんですが、今日はね、メインミッションやっていきたいと思います。陣の道。浪人は豆。豆、ん?豆瓶にいる?スカカサ衆と呼ばれる、老人どもは、ならず者ではあるが、おじ上を救い出すのに加勢してくれるか。っていう、これと、これをね、できたらやっていきたいんですが、まあ、いかんせんね、皆さん、僕のゴースト・オブ・ツシマを見てもらってる方はわかると思うんですが、いかんせんね、まあ、とにかく、もう寄り道が多い。全く進む気配がないですね。今、パート、9かな、これで。9まで来て、まだ全然進んでないんですよね。もうほんとね、パート150ぐらいいっちゃうんじゃないかと思って、ちょっと心配なんですけど、さあやっていきましょう。はい。どうしました?あ、これはあれですね。鍵っ子が家をなくしたっていうやつですね。よっ。奪われた。もっと深刻だったわ。もう、食べるものがない。食べるものがない。かわいそうに。何があった?食べ物を奪われたのです。なんてやつらだ。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った。北東の森の中へ。よし、働いたことを後悔させ、任せ条件。族も生きようと賢明なのです。え、約束はできぬ。優しいな、優しい、優しいな。うん、浮世草かごの中。ちょっと待って、またこれ寄り道じゃん。ちょっともうまた寄り道入っちゃいましたね。でもまあ行きますよ、僕はね。普通に、ちょっと何しとん。行きましょう。さあ行きますよ。ですね。で、なんかコントローラーが2個ありまして、初期、来たとこ戻るんじゃん。初期コントローラーがね、ついに、5年越しに、5年ぐらいから使ったかな。PS4 を買った、もっと前かな。PS4 を買った時についてきた、コントローラーがね、ついにね、ちょっと不具合が起きて、なんかタッチパッドがね、ちょっと調子が悪いんで、そこはね、本当に気にしないでください。なんかね、分かったんだけどね、タッチパッドにちょっと触れるだけで、タッチパッドがもう反応するっていう、タッチパッド敏感症っていうんですかね、いわゆる、タッチパッド敏感症っていうのが、なんか、PS、ソニーのホームページにね、書いてあったんですけど、書いてないですね。行きましょう。敏感野郎、この野郎。敏感野郎に人たち、そして、二人目敏感。はい、三敏感。はい、これは三敏の刑ですね。オッケーです。はい。え?ファオ、終わり?え?何?え、こいつら?森の中に。あらら、びっくりした。ハゲ溶けてたわ。ハゲと岩が今一瞬見えなかったわ。何?どういうこと?おいや?はい。あ、いて。はい。で、なんか集中とね、逆襲っていうなんかね、スキルがね、僕には向いてるらしいんですが、まあそれもね、取っていきますんで。まあスキルとかはね、まあなんかおすすめ、そんなないでしょうけど、そのたくさん種類ね。まあ、集中と、え?何?お、これか。集中と何?え、敏感?いや、敏感。今日なんか敏感、今日敏感に弱いですね。何でしょうか?
どうすんだ？あ？あ、返すのね、もうこれでね。早いな。展開が早いですね、なかなかね。うん。で、まあ、そういうね、状態でやってますので、まあ、その辺はね、もう気にせず見てください。これがね、僕のゴースト・オブ・ツシマなんだなと思ってもらって、言えば。いろんなゴースト・オブ・ツシマがある中で、まあ、いわゆる一番あれですね、敏感な方ってやつですね。別にそんな日を敏感を襲うとか決めてやってないんですけどね。あれ、おばちゃん？ダイナミック家家庭訪問。おばちゃん、よくぞご無事で。これかい、君の米だよ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。よかったね。盗まれたのではないのか。どうかお許しを。たばかったとは。このような嘘か。俗に食わせてどうするのです。うわ、最悪だこいつ。殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。はあ、私のせいで。最悪だこのババア。嘘をつかずとも、お主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。うわー、キツネババアだったわ、ただの。違う、キツネババアじゃないですね。キツネババアじゃない、タヌキババアでしたわ。最悪だなこいつ、本当に。あ、俺スキル取れるじゃん。3も溜まってるわ。実はね、撮影外で、拠点潰しっていうね、守りの5歩、抵抗の5歩。あ、なんか、5歩もなんかいいのがあるって聞いてたな。なんかね、別に皆さんのコメントを、無限に扱ってるとかじゃないんですよ。いかんせんね、コメントがね、すごいたくさん来るので、ね、情報がね、錯乱してて、ご存知の通りね、漢字でさえ案内ろくに読めないやつがね、たくさんのコメントをね、ありがたいことに、幸せにいただいてるのでね、だんだんね、いろんなゲームやってるの、どのゲームのどのことって言われてるのか分からなくなってくるっていうね。なんかの病気じゃないかな。なんかの病気だろ、これ。どれだ、逆襲、これか。敵の攻撃を避けて人たちを浴びせる。あー、回避後。はいはいはい。まるで回避して四角で攻撃。あー、いいっすね、いいっすね。逆襲取りましょうか。転がって、じゃあこれ取りましょう。あれ、こっちからか。これがローリングができると。どっちができる。逆襲、はい。あと、集中ってどこだ、集中。なんか矢がゆっくりになる、スローモーションになるっていうのも言われたんですけど、それはね、後半で大丈夫かな。後半っていうか先で。ないっすね、集中。ん？まあいいや。とりあえずじゃあ、ね、逆襲というのをね、取ったんで。まあこれ回避しながら攻撃をすると。まあそれは結構得意なジャンルですね。うん。一説によればね、僕はね、回避の神と呼ばれてますから、はい。回避の神とも呼ばれてるが、諸説もろもろあるんですが、落下の神とも呼ばれております。はい。まあ、拠点じゃないこれ。また拠点かこれ。大浜の両村。あれ？ここか？ここに用事があったのかしら？なにこれ？なんか様子を見るってのあるよ。あ、違うわ。じゃあ影、じゃあな。うん。なんかあとね、お話をいただいたんですが、まあ、ちょっとお名前出していいかどうかわからないんですけど、通風呂のね、お兄さんの方が、僕と同じ馬の名前だっていうね、情報をいただきました。はい。影っていうね。でも僕のは影じゃないんです。ハゲなんですね、あれがね。かわいそう。ちょ、何をしたの？こっちか。え？どっち？どこどこ？絶対この辺だよね。あれ？全然違うのかこれもしかして。フェイクか。これフェイクくせえな。この村フェイクだな、さては。ハゲ！あれ？ちょっと待って。あれ？ハゲ来なくなっちゃった。ハゲハゲってさ、来なくなっちゃったのかな。あ、なんか喋れるよ、この人。喋ってみる？病人を癒すためにある薬師が向かっているのですが、間に合うかどうか。病人がいるんだ。どこだ。野営にいるルミンです。ほう。病に侵され、救いの手を待ちわびています。なるほど。もうこの手は筒まで伸びておるな。街道も危ういはずだ。うん。その薬師を守ってやらねば。なるほど。なんかまた増えちゃったよ。薬の人を守ると。でもちょっと今日はマジで強引に、強引にじゃない。
強引にじゃなくて、今日はマジで、メインミッション行きますからね、俺は。誰に何と言われようと今日はメインミッションに向かいます。さあ、どうも、ゆうきです。行きます。いや、もうこれちょっとメインミッション向かわないと、本当に、話が進まないのと、焚き火ではない。なんだあれ？木が燃えてんだけど。おい、ボヤだぞ、ボヤ！なんだこれ？この荷車が襲われたのか。よっ。菅笠衆の仕業であろう。お、猛虎が、猛虎が死んでいる。他にもムクロがあるはずだ。なるほど、猛虎が襲われたのか。陣の道、浪人はずっ向こうにもムクロが見えるわ。くと、ムクロがいるぞ。さあ、死体の山が、お、点々と恐ろしい地獄絵図です。まるで俺たちはここにいるぞと言わんばかりに落ちている。おっ、おっと、これは猛虎が一人。ジョイヤーなんかちょかわいそう、かわいそうだな、最後に手を下すのはこのワッシ。おっ、なんかありますね、痕跡、傘ですね。おっ、水の方、関係ない。おおおお、鳴り響く三味線の音。傘、かっこいいね、これ。これかぶれないのかな。うわあ、こいつがまさか、あ、違う、知り合いで、ね、おお、よくわかったな。龍蔵さん、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。すごいね、笑ってる笑ってる。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。あ、スゲガサ衆っていうのは、スゲガサっていうあれをかぶってんのか。頭と話したい。駒田で死んだよ。あら、みんな浜にいたのか。みんな戦争で死んじゃったんだ。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで。これさ、この人さ、龍蔵さんの声さ、ゲームオブスローンズのさ、スタニスだ。無事なのか。スタニスだ、スタニス・バラシオンの声だ、これ。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。うん、スタニスだ、これ。スタニスの人だ。この声超好きなんだよね。この声超好きなんだよ。もちろん褒美は出るぞ。お前、おい、え、普通に映画を見てる人か、俺は今。望みのままに。めっちゃいい声してんすよね、この人もね。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。ああ、いい声だ。今の頭は俺だからな。おお、いい声だね、マジ。考えておこう。さあ、来ました。猛虎の襲来です。引くでないぞ。はい。当然だ。任してください。引くわけがありません。さあ、来い。あ、いてててバカ野郎。一人も残すな。さあ来い。見えない見えない見えないぞ。はい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 。おい、逆襲、逆襲使っていく。これ逆襲使ってるのかな、これ。さあ来い。いた、ずるいな。さあ来い。まあ、ファリーも得意だからな、別にな。普通にパリにならないな。これ遅いな、ファル。シミターか。シミターとファルヒョン。あいて。はい。おい。はい。あいて、ててててて、後ろから、ずる。ずるいな、お前ら。来いよ。爆竹がないのか。なんだ？なんだ、あいつら。当たったわ。おい、悪いけどな、割とエイム力もあるぞ、俺。こう見えて。いろんなゲームやってるからな。よし。あいつやるか。面白いやつ。あれ、当たんなかったの、今の。透けた？オッケー。さあ、来い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 。ついよー！ちょっと待って、邪魔してるだけだった。お、デカブツ来いよ。ほい、ほい、ほい。でかいの。勝負しろよ。はい、いてててずりーな、マジで。2対1とか。おら、やるね。きな、おれ、
上行って。ドパーンじゃねえんだよ。おい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 、はいよ、でかいのさよなら。そしてさあ次は君か、来い。おれお前さっきはじゃねえか。危ない。うん、やるねえ。回復できない、やばい、マジか。あーじーじー、蹴るな、やられた、蹴るな、くっそ、マジか。ちょっとこれ真剣にやるべきですね。じゃちょっとガチモードいきますね。さあ行くぞ、本気の力を見せてやるぞ。え、のっけからそれ。ほらほらほら、さあ来い、行って。弓が邪魔だな、弓を先にやるべきなんだな、要するにな。残念な、はい、弓をやろう。弓が邪魔だマジで、おめえだよ。なんか取ったな、パリしまくってから。ほいほい、ほら邪魔だ、危ないね。さあ来い、ふっ、うらっ、ふぅ、オッケー。さあ次次次次次、おめえか。はい、パリ、オッケー。じゃあな、次はお前だ。こいつガードが甘いな、でかいから剣が。はい、いいよ、さよなら。次々と囲まれるなよ。さあ来い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 、わさ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 来やがって。やってる、こいつは俺が。あぶれ、デカブツ来いよ、ほら。オッケー、はいはいはい、はいよパリー。じゃあな、さあ次、うん、お、でかいね君も、なかなかデカブツがいるな。ほっ、オッケー、じゃあな、弓が邪魔だな、いって。マジこいつはマジすげえ、うぜてめえ、こら、こいつらがマジ邪魔。はいよ、うう、オッケー。さあ次、おら、盾がなんだ。甘い、見切ってるぜ。なんだこいつ、回復、うんうん、はいよ、隊長を倒した。こいつ隊長だったのか、道理で強いわけだこいつ。地味だけど隊長だったんだなこいつな。肩が上達したな、肩が上達した。お前はヒゲが生えたな。おお、倒した、強っ。龍蔵さん強いじゃんマジで。おじごのことなら難しい、生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは、うん、飯がない。今日も京都で食い物探しだ、頭や空手で戻らなきゃならん。なるほど、ご飯がないんだ。手を貸そう、お腹すくのはね。地球に行くぞ、良い案が浮かぶやもしれん。やっぱりね、腹が減っては戦はできるっちゅうこっちゃ。大丈夫この実況。みんな皆さん大丈夫ですかね。とてつもなくマイペースにやってるんですが、はい、よし、影行くぞ。影ちょっと物資集めをするぞ。よし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 、このゲーム物資集めるのすっごい早いからいいですね。本当に。もう、ね、R2 を連打してるだけでいいんで。どこ行ったの？あれ、龍蔵さんどこ行ったの？龍蔵。あ、いたいたいた。龍蔵さん。最後に会ったのはいつだった？おお。7つ前の白い馬だ。
なんか、スーホの白い馬っていう、なんかさ、絵本みたいななかったっけ？なんだ、なんか、何の話か全然、何の話か全く覚えてないんだけども、何これ。おーおーおー、ブシブシブシ。え、なぜ王子、ごめん、聞いてなかった。お前が望めば志村家に使えるよ。なるほどね。いらぬ世話だ。自分でやりたいってことか。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。荷車だぞ。ご飯があるんじゃないか。からか。お侍、お侍。なんだ、貴様。え？しょんべん漏れそうな人みたいだね。しょんべんって汚いですね、言い方がね。失礼いたしました。今と米を盗みやがって。お小水ですね。命があって喜べ。猛子はどこへ向かった。大平砦で。畜生、小金寺に逃げるのだ。大平砦で。街道を通ってはならぬぞ。芦名源一郎出てきそうだな、普通に。ほら行くぞ、宿営は近い。うん、あと俺花粉症だから、これ多分こいつが反応するかどうかわからんけど、多分すっげくしゃべりそう。ここいたらもうすでに見てるだけでちょっとムズムズしてきますからね。走る、かけ。叔父上の話だが、よし、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてるな。褒美って言われてもな。すげかしゃくじゅうを武家にしてもらっては。うん、僧侶はお前が。すさまじい髪型しましたね、今ね。奪われた島で、うん、必ずや取り戻す。お前の名も鎌倉に伝わることになる。鎌倉に伝わるぞ。戦う甲斐はあるだろう。寝言は寝て言え。の後だというのに、より悪いね。よく一味をまとめ上げたな、うん、秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほど。本心だったが、今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜ、すごいな。猛子が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい心臓、これだ。お、味方か。心臓、じゃあこんにちは。じゃあなって言いそうになったわ。あったばっかなのに。あったばっかなのに、心臓じゃあなって言いそうだったわ。どうしたんだ。すまない、食い物なかったんだ。聞け。ちなみに俺はうなぎの骨を喉に詰まらせた。みんな腹が減っておるそうだな、うん、手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛子が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る、殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。やる気がないのかこいつら。さては、傘もいろんな形があるんだね。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、大はなかった。兄さん、役目を取られちゃったよ。どうすんの。ここ、どうやってお米を取り返すの。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。知らみはおらぬだろうな。そういうことね。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。袴はつづらの中だ。なるほど、同じ格好しないと信用しないんだ。ギャングみたいな感じですね。どう。俺ほどの男前とはいかねえが、うん、悪くない。本当に砦の前に抜け道を探す。俺の仲間。米作ってる人みたいになっちゃったよ。手を打つのだな。うん、砦の食い物を手に入れたら、うん、猛子からおじごを取り戻す。恩に切るぞ。なるほど、よし。頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。あ、なんかでも着物はいい感じですね。もらった着物の方が綺麗だな。あの頭の着物がボロボロだよね。浪人はずっ、やったー。噂が広まる。烈風の武者。かっこいいね。マジで記録の最大値上がったわ。体力最大が増加。順番、読み方の順番。 R1 投げて足元に濃い煙を発生させて、あ、煙玉だ。へえ、これ見えなくなるんだ。混ぜれば濃い煙が出るはずだ。へえ、くらましになるだろう。面白いね。で、このスキルは
集中力を高める。あ、この辺は結構いいですね。あ、これが遅くなるやつか。じゃあこれ取っとくか。はい、解読済み。動きが遅くなるやつ取りました。まあ、ホライゾンゼロドーンもやってましたからね。うん、どんだけゲームやってんの？ボロボロのすげ傘、すでに傘としての役目を終えている。そんなのくれたの確かに傘。確かにそうだよね。うん。てかさ、だってさ、煙玉1個もらったの。あ、1個だけもらったんだ。え？はあ、はあははあ、は、投げ物。え、でもさ、煙玉ないよ。まあ、いっか。でもなんかこのすげかさ感いいですね、なんかね。うん。一つ聞き忘れたことがある。おう。申してみろ。コモダからどうやって助かった？あの戦場から女が運び出してくれたのだ。そうだ。解放まで。おう。運の良い男め。お前や一味はどのように？逃げたんだよ。逃げたんだよって言いながら刀。済んだら墓所で会おう。おう。これは攻めに行くってことですね。ついに攻め入るってことですね。ここか。頼みを聞けば。これで、こっちに行くと、多分これでいいのかな。じゃあ行くか。だってここも多分何もやることないよね。ないですね。ないですね。で、これで、ここは、浜辺の野営。これかけないですね。で、これに行けばいいのかな。よし、こう。すげかさ。よし、今日ちょっと長めに少しやらせてもらいますね。非常に楽しいですね。うん、さあ。先陣切って、猛虎に切り込んだはず。コモだから。さあ、行くぞ。さあ、米を取り返すんや。みんなの米を。しかしあれですね、やっぱ戦争っていうのが起きると食料に対してのやっぱ戦いが起きるわけですね。だから日本もね、多分あの、まあもうなかなかね、戦争になることなんかないとは思う。いや、こういうこと言うのやめろ。まあ戦争というかね、争い事が起きた時に、あの、もしかしたらね、やっぱり食料が尽きてくると、やっぱ空腹は人柄を変えますからね、マジで。あれ？これなんだ？もっと先か。なんだこいつ。侍、恐ろしいことです。それは大変だな。お侍、恐ろしいことです。それは大変だな。行っちゃうっていうね。下行こう。よし。怖いんだがこれよっ。お、すごい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 体力あるよね、この格好でさ。こういうさ、なんか着物っていうかさ、着物で動き回るってすごい大変なんだけどね。あのほら、着崩れとかも起きるじゃないですか。ちょっ、危ない危ない。よし、でぇでぇ。何をしとう、何、何してる、急にどうした。着崩れがね、起きますからね。行きましょう。よーし、もう少しで着くぞ。メインミッション。竜蔵に会え。竜蔵さん、もうすぐです。ここですかね。竜蔵は墓におるはず。よっ。墓にいるぞ、竜蔵が。ちょ、待って、プージャです。どこ？竜蔵さん！あ、いてた。うわ、なんかすごい船が。え、なになになに、なにあの船。ああ、来たか。来ました。それじゃあ飯を分取りに行くか。行きますか。すごいな、あの船。何あれ。あれが船で乗り上げてきたってこと。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。これで襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。少ないな、4人。七にありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。なるほど。他はちょっとあれか、ヘタレってことか。まあいいでしょう。陣の道、竜蔵の探と教わりました。
教わったことは一応覚えております。石膏が戻った、来い。よし、石膏が戻ったぞ。これはなんだ、さっきからずっと気になってたんだが、横目で見て。あ、コオロギだ、やった。コオロギが何なのかよくわかんないけど、コオロギが入ってんの。ああ、結構いたわ、思ったよりいたわ。おお、あしたし、中に大勢いるぞ。櫓にはのろし術も。おお、船の兵に加勢されては一大事だな。なるほど、奥のね、挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。うん、筒を壊したら撃ち入るんだ。これ結構すごいミッションのやつなんで、俺の敵を撃って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。頼むよ、しゃがんでいく。お、櫓から目を離すな。分かったよ。すごい人がいっぱいいるんだな。みんな足速くね、中腰歩き。あの真ん中がちょっと気になるね、でかいとこがね。見張り塔としては最高ですね。敵はいないの今のところ。よいしょ。どういう状況なの、なんかだいぶ離れてるけど。あー、でもいるんだ、あそこにな。あれが入り口なのか。え、ちょっと待って、元の場所。え、どこどこどこ。みんな、みんな、みんな、みんなどこ行ったの。みんなどこ行ったの。みんな、みんなどこ行ったの。はぐれちゃった。はぐれちゃった、みんなと。あの、でかい、でかい塔に登れってことかな。まあいいや。まあいいや、俺はできることをしよう。うん。みんなはみんなでなんかやるだろう。任しといてください。よっ。うっこらしょっと。ふむふむ。敵はどこだ？矢がありますね。はははは。あそこに敵がいると。こっちにも敵がいる。そこにも敵がいると。まずは一人。はい、さよなら。ほんで、ここは入れそうですね。このまま入っちゃっていいかもしれないですね。物資があるよ。わほい。物資はね、なんかね、武器の強化に使うらしいんで、武器とかね、なんか強化に必要だってたんで。余裕でしたね。今、物資があったな。物資取ればよかったな。ハロー？オッケー。よっしゃ。上登って。楽勝楽勝！簡単なミッションだぜ。あれ？これ？どうすんの？あ、ここか。これね。はい。これで壊すと。合図してやらねばな。オッケー。裏の火が見えるはずだ。オッケー。合図です。さあ、余裕でしたよ。よし、竜像行け。お、来た来た、竜像来た。さあ、始まってますよ。さあ、ここから行きましょうか。うえい、ぬいぬいじゃーっと。さあ、次次次、後ろを取ってスタ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 行ってみましょう。ここはね、いますね、いますね、たくさん。おお、危ない危ない。来やがった来やがった、来やがった来やがった。はいはいよ。鉄ハウ、強い。鉄ハウ超強いじゃん。もうないの、鉄ハウなしか。残念、お前の弓は見えてるぜ。あ、悪いな。仮に柱があっても、俺はもうパリのタイミングが分かってしまっている。おい、でけえの来いよ。おれ、はい、おい、さようなら。任せつえ。よし、行くぞ。こっちか、そこにいるな。死ね、よいしょ。はい、弓がどっかから飛んでくるぞ。あそこか、うっとうしいな弓、本当に。はいよ、
暗殺。はい君、はいはい、ナイス、いい感じじゃん。やる、みんな強いね。まだいるのか、すごいですね。まだいますね。どこだ、こいつか。はい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 、もらい、まだいますね。ボコられてボコられてる。よしよし、いけ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 、みんな、はいはい、オッケー、これで最後だ。よっしゃ、全員倒した、やったね。ほら、食料を運ぶんだろう。壊滅です。食い物がねえ、櫓にもなかった。なんだ、他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。干渉ならば多少はな。金、いつの間に金、金もないの。金意味ないか。金で買いに行くとかできない。中継所だったようだ。なるほど。兵糧は今頃船に。あら、船ですか。船は港だ、追いつけやしない。砦は奪った。おう、まさかお前、船も奪う。話を聞こうか。任しておいて、任しておいてください。うわー、面白いな。やめどころがわからない。お、これはプーですね。プーして、はい。浜に猛虎の小舟がある。もうあれは使えそうですね。まさか突っ切るとか言うなよ。いいですね、あれは使えそうですね、非常に。お、固い防備に旧兵か、正面からでは難しいな。後ろから忍び込むしかないですね。敵陣に送り込むのはごめんだぞ。相当いますね、敵がね。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。いいですね。口は引けても浜から目を離すことじゃねえな。本当に大爆発だぜ。あの船ありますね。他には、お、まだありますね。高台、旧兵を崖に置け、周囲を引きつけた隙に船を盗もう。いいですね。よし、作戦は決まりました。まだ気づかれてない。うん、奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。よし、浜に降りよう。聞こえたな、行くぞ。柱、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。頼むぞ。前は手だてを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね、何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。さあ行くぞ。またいずれ話そう。そうだ、今は話している場合じゃない。船を奪うんだ。できたようだな、松明を。よし、けけけけ、おお、お、お、ヒヤヒヤヒヤ、ヒヤが。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。いいですね、いいですね。よし、小舟を奪う。行きましょう。小舟奪いに行きます。いい感じ、いい感じ。いいよ、いいよ、いいよ。よしよし、こいつなんか邪魔だな。はい、邪魔なやつは死んでください。じゃねー。まだいな。よしよし、ナイス、ヒア、ヒアナイス。ほい。OK。さあ、小舟を奪いに行きます。ちゃっちゃと行きますよ。OK。急がねばならぬ。貝を持て。よっしゃ。いいね。連携がいいですね、仲間たちとのね。すごくね。貝って何？あの、あれ？オール？オールのこと貝かな？ここまでうまくいくとは、火に気を取られるから音を立てる。よし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 。よし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 。食い物を探そう。さあ、食い物のためにここまでする。やはり人間は食を、食が、お腹がすくととんでもないことになるんですね。ない。ない。刀比べは煩わしかったのか？気づいてくれたか？ないな。ない。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったな。いざ、昔の話だ。どうだ。何もないな。何もない。あったか。
いや、隣の船か。ないですね。ないですね。いや、5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。遺体罪。一罪。てめえら、いい船だな。さあ、急ぐ。てめえら、いい船だな。あ、ごめん。やべ、二人した。ほっ！まずは一人。ほい、ほい、ほい、ほい。残念。うん。押しやがって、この野郎。死んだな、一人。オッケー。はい。パリー。うん、うん。オッケー。待て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 、わしが相手じゃ。オッケー。弓はあるか。お前を仲間に渡した。じじじじ。いらないっすよ、弓なんて。近づいちゃえば。どら。殺せ。オッケー。近づけばなんとかなるよこいつら。おら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 。さあ来い、でかいの。はい、おいおい、おいてててバコンって。ちょっと狭いとこは不利だな。オッケー。んおいおい、あーちょっと2対1は無理。開いた。2対1無理でしょ、こんだろ。新手が来た、殺せ。ここからか、マジか。ステッツハウは、ステッツハウあるある、1個ある。十分、1個あれば。よっ！オッケー。はい。さあ、大丈夫。1対1ならお前なんか余裕だぜ。さあ、来い。はい、おい、おい、おい。やばい、後ろからなんか、でけえのが。はい、はい、はい。待て待て、2対1は辛いんだって、本当に。お前らの。はい、おい、おい、おい。オッケー、隊長か、やっぱり。だと思ったぜ、風の方。海賊！何、風の方ってどんな方？回避かな？これは。風の方は僧兵に特攻。ああ、でもやっぱ回避っぽいね。はあ、はあははあ、は。強打のよろめきダメージが増加する。足蹴り。へえ、なんかこれ強そうですね。使ってみる？風の方。あら、ソロサモラ。ほい。死んじゃった。簡単に。終わっちゃった。ここにもなけりゃ、次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。さあ、あるのか。さあ、ご飯はあるんでしょうか。ご飯はあるんでしょうか。上ですね。さあ、念願のご飯はあるんでしょうか。OK。まだ。おう、こっちか。よし、行くぞ。もう一人いますね、ここにね。はい。待て待て、なんか、なんか、ちょっと待って、なんか、クマいるぞ、クマいるぞ。おい！よし、クマを開けよう。いけ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 、クマいけ。あ、俺はいい、俺はいい。ん？あ、いたの？そうか。そうっすか。おい。おい、おい、おい、おい。さあ、来い。危ねえ。あー死んだはい。でね、すごく中途半端なんですけど、すいません。もう45分も今日やっちゃったんで、今日はここで一回終わりにしたいと思います。はい。竜造の炭ですね。はい。
ということで次回この続きやっていきたいと思います。あとこれとね、まあなんかメインミッションかサブミッションやっていきたいと思います。風の方でした。それではお疲れ様でした。またね。長押しで蹴りって言ってたな。おお、ほんとだ、蹴りいいっすね。蹴りでバランスが崩れるのか。うん、ああ強いっすね、強そうっすね、いいっすね。